皆様、ヒデキュー模型紹介をご利用いただきましてありがとうございます。今回の動画は加藤さんから発表がありました発売予定品についてヒデキューの目線で紹介いたします。加藤さんからポスター3枚分の発表があり、今回の動画では2回に分けて紹介いたします。まずはこちら381系スーパークロシオです。381系は正面貫通型0番台が1973年に中央再生の特急シナノ号に投入されました。その後1978年の紀勢本線新宮和歌山間の電化開業に伴いまして、正面非貫通型の381系100番台が紀勢本線の特急黒潮号に投入され電車化が達成されます。そして1989年にはサロ381型をパノラマグリーン車に改造した黒381型を連結したスーパークロシオが登場します。パノラマグリーン車のほか、内装のアコモデーションの改善、外観を白地に赤とオレンジを配したデザインにするなど、それまでの381系クロシオのイメージを一新しました。模型はこの頃の姿が再現され、基本セット6両、増結セット3両で9両編成を組成することができます。白地に赤とオレンジの帯をまとった1990年代のスーパークロシオを製品化。6両基本セット D651 編成、3両増結セット D931 編成が再現されます。各車に側面サボ受けがあり、洗面所窓が閉鎖された外観を再現。黒380は4列シートの内装を新規製作で再現。また普通車はシートピッチ拡大前の内装を再現。黒380は先頭部の大きな窓をはじめとする特徴的な車体形状を再現。前面愛称表示は点灯式で、スーパークロシオの愛称板が取り付け済み、交換用にクロシオとハーマライナーの愛称板が付属されます。黒380のスカートはそのプロなしの形態を再現。クハ381の501号車の先頭部カプラーは電連付きダミーカプラー、スノープロなしのスカートを再現。給料編成を再現する際、連結用カプラーとスカートが交換用部品として基本セットに付属されます。クハ381の107号車の先頭部カプラーは電連なしのダミーカプラー、スノープロが取り付けられたスカートを再現。モハ380の501号車の6号車側連結面の貫通路草木板を別パーツで再現。クハ381の愛称表示は変換式トレインマーク採用。スーパークロシオ、クロシオ、ハンマーライナー、白無地を選択可能。クハ381はホイッスルカバー付きの形態を再現。モハ380のパンタグラフは日本ホーン、対接カバー付きのパンタ台枠を再現。中間連結部はフックなしのボディマウント密連型カプラーを採用。実車同様に曲線区間に入ると車体が曲線内側へ傾斜する加藤さん独自のフリック工を搭載。スロットレスモーターの採用でさらにスムースかつ静粛な走行性を実現。行き先表示シール付属、基本セットのブックケースに増結セットの車両を収納可能。給料フル編成が1つのケースに収納されます。付属品は記載の通りでございます。こちらの商品は10-1985 381系スーパークロシオ6両基本セットと10-1986等3両増結セット、2024年8月の発売予定です。そして加藤さんからは国鉄色の10-1868381系100番台クロシオ6両基本セットと10-1869同3両増結セット、そして10-1839 283系オーシャンハロー給料セット、10-1840同6両基本セット、10-1841同3両増結セット、こちらもね模型化されておりますので一緒に走らせて遊ぶと楽しいですよね。続いては北海道をかけた運搬列車です。北海道で炭鉱から積み出しする港への石炭輸送に主に石3000型が使用されました。車体側面には制限速度65キロを表す黄色い帯と、
道外禁止の文字が記された外観が特徴です。車重14トンに加えて石炭30トンを満載した石3000を50両もね連結した2400トンの運搬列車が夕張や芦別などのいわゆる山と呼ばれる炭鉱地域から積み出し港の小樽や室蘭などに向けて D51 型蒸気機関車牽引で運転されました。今回加藤さんではこの運搬列車を再現すべく石炭を積載した石3000型がモデル化され10両セットと2両入りセットがラインナップしております。夕張線や室蘭本線の長大な運搬列車で活躍した石3000が再登場。側扉開閉ハンドルはつまめ伊勢津後の形態を再現、手ブレーキハンドルとともに別パーツで付属、制限速度65キロを示す黄色い帯とともに道外禁止の文字を印刷済み、車体色は SL 貨物列車に最適な重厚感のある艶消し黒を採用、積み荷の石炭を表現したパーツは取り外しができて、石車状態、空車状態をお好みで選択可能、アーノルドカプラー標準装備、10両セットのブック型車両ケースには単品の2両を加えた12両が収納可能となります。付属品は各製品とも記載の通りでございます。こちらの商品は10-1220石3000石炭積載重量セット、8028-1石3000石炭積載2両入り、2024年8月の発売予定です。そして運搬列車などの貨物列車の最後部を務める環球車Yo3500 型が模型化されます。昭和50年1975年頃の北海道で見られた貨物列車の再現に最適な車掌車で、石3000による長大な運搬列車のしんがりとしても欠かせない存在です。昭和48年から50年、1973年から1975年頃の石炭ストーブ搭載仕様の車掌車 Yo3500 を製品化、屋根上のかさ上げされた煙突を再現、石油ストーブ識別帯がなく木製窓枠で黒色の外観を再現、車体色は SL 貨物列車に最適な重厚感ある艶消し黒を採用、手ブレーキ装備側を示すステップの白塗装を再現、両側ともテールライト点灯、別売りの室内灯を組み込み可能、均等に室内が照らされる様子を再現できる室内灯拡散板を付属、車番各種表記類印刷済み、アーノルドカプラー標準装備、編成端を引き締める交換用のダミーカプラーを付属、付属品としましてはダミーカプラーと室内灯拡散板が付属されます。こちらの商品は8035-2Yo3500北海道タイプ、2024年8月の発売予定です。そして牽引機として欠かせない D51 型蒸気機関車がラインナップしております。密閉式キャプと切り詰めデフレクター、蒸気機関車時代の末期まで活躍した北海道国間地仕様の D51 と、さらにギースルーエジェクターと呼ばれる装置を搭載した D51 がラインナップしております。このギースルーエジェクターとは、シリンダーから送られてくる蒸気をブラスト管から排出する際に通気量等によって吐き出し面積を可変調整して効率よく排出することと、小円管よりも大円管に石炭の燃焼ガスを多く通すことにより従来の煙突に比べて燃焼効率を高めることができる装置で、消費する石炭の量を減らし牽引力を上げることができるのだそうです。この装置を搭載した蒸気機関車の煙突は普通の煙突のように円筒形ではなく、前後に細長い長円形で、側面から見ると逆台形のような形状をしているのが特徴です。北海道型と呼ばれる国間地仕様の D51、 蒸気機関車廃止直前の昭和50年1975年頃の活躍機を製品化、ギースルーエジェクター誘導通風装置が装備された逆台形の扁平煙突を的確に再現、密閉式キャブとそれに対応したテンダー前妻形状、
運転席旋回窓、助手席側の H ゴム指示窓を再現。北海道で活躍した蒸気機関車ならではの切り詰められたデフレクターと前面デッキ手すり、ボイラー上部手すりを再現。標準型とは異なる全部標識とテンダーライト位置を再現。車体色は重厚感ある艶消し黒を採用。現役時代の雰囲気を楽しめます。ハンドレールは黒色で再現。前輪、蹂躙はスポークが抜けている細密で実感的な姿を再現。フライホイール付き動力ユニット採用で安定した走行が可能。スノープロ標準装備で取り外し可能。重連運転に対応したスノープロ付きの重連用カプラー、重連用ナックルカプラーが付属されます。アーノルドカプラー標準装備、交換用ナックルカプラー付属。ヘッドライト点灯、ただし副灯およびテンダーライト、テールライトは点灯いたしませんとのことです。選択式ナンバープレートは北海道型が320、397、467、710、北海道型ギースルエジェクター機は241、345、711、953が付属されます。最小通過曲線半径は R249。 付属品としてましては記載の通りとなっております。こちらの商品は2016の BD51 型北海道型、2024年8月の発売予定。2016の CD51 北海道型ギースルエジェクター、2024年9月の発売予定です。以上となります。皆様いかがでしたでしょうか。お望みのモデルはございましたでしょうかね。今回はスーパークロシオのラインナップ入りが驚きました。あの懐かしい JR 黎明期に登場したスーパー特急が再現されますよね。皆様チャンネル登録と高評価お願いいたします。本動画もご視聴いただきましてありがとうございました。